あっすん久々じゃない？あっすんくんの。ワンタロウおもちゃにすんの面白かったわ。はい、ワードツー。誰もいないから俺が繋がないとなと思って。来ましたよ。ワードが。あ。はい、おはよう。いや、やっぱね、育てないとね。あ。神楽坂十兵衛ってなんだよな。国宝なわけねえだろ。のんたんの国宝だわそれっていうのが受けたし、どっかからソース引っ張ってくんだよな、のりこな。あのソースを引っ張ってきたのはすげえと思ったけどね。あー、それお寺に奉納してるやつだよとか言って、やっぱプロだよね。配信さ、もう何年も7年リスナーやってるだけ、のんたんうまかったよね。うん、俺とのんたんのおもちゃだったかんな、完全に。いや、面白かったね。乗っかってくるよね。さすがだよね。うん。てか、あいつクズだな、ほんと。あいつはクズだよ。あれ、コルク割った瞬間分かったもん。あ、こいつ割ったっていう。隠したかんね。うん。リスナーが気づいて、おい、見せろ見せろって、3人ぐらいで煽ってたんだけど、あ、速攻分かった。古いコルク割ったわ、と思って。あいつアホだわ。いや、面白かったわ。まあでも本当に金持ちのリスナーさんのね、あれね。うん、金庫のデカさで本当わかるよ。うん、椅子もすごいしね。大金持ちだと思うよ、多分。うん、いやー、アッスン、ありがとうね。アッスン、そうだよ。アッスンがさ、最初の頃応援しててくれてさ、うまくいってるよ。本当に。ふわっちハマってる。15万稼げそうだよ。もうね、あとね、数百円で9万円いくから。いやー、すごいわ。ふわっち、もうドハマりしてるよ。うん。アスにはだいぶ世話になったからね、最初の頃。ずっとアドバイスくれてたんだよ。こうやってやるといいよって。ねえ、よかったよかった、ほんと。頑張ってますよ。ごめんね、アスの枠全然遊びに行けてなくて。やってるの被ってるからさ、なかなか遊びに行けないんだよ。一回挨拶行かないとと思ってるんだけど。ワンタロウでも素材はいいな。ワンタロウはあれ化けるぞ。うん、ワンタロウはほんと面白いし愛されキャラだから、あいつは、ちょっと引っ張るの上手いし盛り上げるの上手いんだけど、オチが弱いんだよ毎回。オチ作れるようになったらあいつ伸びるぞ。うん、普通に引っ張るどころ、攻めどころ、攻撃力は高いんだよ。防御力が皆無なんだよ。配信の切りどころとか分かってないし、配信どころの切りどころと引っ張り方、日をまたいで引っ張るっていうのを覚えたら、あいつは伸びるだろうね。うん、ちょっと惜しい部分、育てがいあるよね。うん、育てがいというのか、いじりがいというのか、その辺は分かんないけど。面白いわ。ねえ。ワンタロウ結構、面白い。全然いい。のんたんカニリオの YouTube 見つけてる。カニリオの YouTube をワンタロウにツイートで送ってるわ。なんか新しいおもちゃ見つけたってはしゃいでんだろうね。30名さんいらっしゃい。楽しんでってください。いや、リスナーやってて息抜きできたわ。結構面白かったわ。うん。まあ、この時間帯はね、人も集まる時間帯じゃないから、うちはノリでまったりやってこうと思ってるけど。いやー、いろんなやつがいて面白いよね、配信はね。若い世代がさ、こう、ね、伸びてほしいよね。若い世代であんまり伸びてる子がいないから。二人のチームワーク。俺でも、のんたんとリスナー同時に見たのは、初めてだよ。うん。だから、のんたんは、俺のリスナーはやってるけど、他のリスナーで被ったのは、
一緒だから、まあ、ニコ生のノリをガンガンにしてたよね、二人でね。ニコ生のノリだよね、あれ。うん、あれが毎日だからね、ニコ生は。だからまあ、ノンタも気に入ってるんじゃん、ワンタロウのこと。あいついいキャラしてるからね。すげえ面白かったわ。さすがにあの、寺の画像を引っ張ってきたのと、国宝だよは吹いたけどね。国宝なわけねえだろ。いや今日も仕事か。また月曜日始まるな。月曜日、今週のシフトどうなってんだろうな。シフト確認しよう。ああ、いいわいいわ。今日20日。お、いいじゃん。23休みだ。その代わり土曜日出勤か。いいじゃんいいじゃん。いいや、2日行ったら休みだわ。いいね。配信に専念できるわ。今年っていうか、もう今月リスワン取ったからね。今月はデイリーランキングとか狙う気ないな。リスナーさんに負担かかるし。デイリーランキングとか、ほら、ホスト系のさ、なんていうの、あの、添い寝配信っていうの。あの辺とか稼ぎまくってんじゃん。あの辺と対抗する気ねえかんな。まあ、デイリーランキングも上位取ってみてえけどな。リスワン取ると来月からね、ちゃんとリスワン取っていかないとな。16、17、リナネコは2800か、 TJ が2300。まあ後半だったら取れるだろうな。来月取れると思うよ。大手配信者がドカッと来なければ多分2,000〜3,000は結構稼げると思うから。アクティブじゃない、累計なんかいけそう。だんだん自信ついてきたね。リスワンは取れるだろうね。月末、終盤、後半は絶対取れると思ってる。なんかだんだん感覚取り戻ってきたね。配信者としての感が戻ってきたから。なんか自分の役回りみたいなのがだんだん分かってきた。若い頃手探りだから、こういろんな配信に手出して、自分のね、ジャンルと合ってない配信とかよくやってたから、分からなかったんだよね、正直言うと。だんだん分かってきたよ。あ、こういう役割求められてんだなとか、あ、こういうトーク受けるんだなとか、うん、おい、なめだるまいらっしゃい。久しぶりだね。2日ぶりぐらいかな。いらっしゃい、楽しんでて。絶好調だよ。絶好調です。ただあれだね、大手までまだ遠いかな。もう2クッションぐらい必要だな、ふわっちで大手になるには。アクティブだから、そうだな、300から500の域に行かないと、今のランハゲさんぐらいのレベルに行かないと食っていくのはしんどいだろうね。食っていくのしんどいと思うわ。あ、これからだよな。継続だよ、継続。今日ここ晴れてんな。リンパがすごい晴れてる。うわ、すげえ晴れてる。ずっと喋ってるもんな。あー、ありがとう。ワインありがとう。ありがとう。ワインありがとう。ありがとうございます。おい、アイカいらっしゃい。絶好調だよ。どう、アイカは。レディーとか沸かせないといけないからなかなか。あ、アイテムだよね。もう本当に。もしデイリーランキング狙うんだったら、月末この日にアイテムくださいみたいなイベントみたいなのを作んないと難しいと思うね。一極集中で、この日は取るっていう日を決めて告知しておいて、企画やんないとダメだね。暴走天使さんいらっしゃい。この前の企画のポイント勝負あったじゃないですか。あのお金深夜中3万持ったまま。マジで？あ、マジで？
ポケモンさんにハマってる。ポケモンさんにハマってんだ。そういえばやってないな。まあまあ、俺はほら、なんつうの、俺が出してる金じゃないから、それはほら、リアルライフさんの企画が文句言うかどうかな。まあでもいつかやるんじゃないの。新やつとかなんて言ってんのかわかんないけど。ほら、里見さんとの兼ね合いだから、それは。3万持ったまま。そういえば聞かないね。ダイエット企画。ダイエットね、断食3日やるっていう配信ね。てか、里見さん自身が配信やってないよね。どうなったんだろう。確かに。その辺はちゃんとやってもらいたいかな。ダイエット企画はやってる。断食じゃなかった？断食3日やるって話。っていうか俺75キロなんだけど、やばいよ腹が。俺も痩せないと。昨日だと一昨日だか、里見ビール飲んでた。痩せる気ねえな。里見さん痩せる気ないな。ていうか俺もね、太ったんだよ。もう腹、ほら。もう酒飲んでないのよ、これですよ。やばくないこれ。幸せ太りだけど。もうパンパンですよ。俺、ほら、気痩せする方だから、ダブンダブンだよ。ちょっと引くだろ。ドブネズミさんいらっしゃい。いや、すごい太ってる。マジでやばい。マジでダイエット、体鍛えようかな、ほんと。旅に出たら痩せるだろうけど。だから痩せたり太ったり激しいんだよ、俺。運動しなきゃ。Z さん、ありがとう。いや、来たか。っていうかね、太ももだけバッキバキなんだよ、今。マジで。太ももすっごいバッキバキだよ。ありがとうございます。そうそうそう。もう体がパンパンだけど、太ももだけ筋肉すごいんだよね。うん。ありがとう。太ももだけ、マジでバッキバキ。いい太ももしてるよ、これ。太ももはね、脂肪分ゼロ。マジで筋肉の塊。おい、ワンタロウ、頑張って。ワンタロウ、お疲れ。ワンタロウの腹筋に変える？いや、道路で腹筋とか、頭おかしいぞ。外配信でもやってるから。ダンベルに切り替えるのはありかもしんないけどね。要はね、痩せるのはそんなに難しくないんだよ。ただね、気持ちが湧かないんだよね。痩せる。なんか彼女ができちゃって、ほら、女によく見られようっていうのがないから。身長ね、俺ね、171ぐらいだから、結構デブですね。171で75キロで、体脂肪率高いから、筋肉ないから、多分ね、67キロぐらいで結構シュッとすると思うんだよね。65とか。65とかに落とさないダメだね。シャリで競輪選手並みの筋肉つけよう。競輪選手の太ももおかしいからね。カニ光線の動画見てた。あ、ノンタンのやつね。うん。いや、なんか、ワンタロウの話ずっとしてたんで、オープニングで。ワンタロウは引っ張るのと盛り上げるのうまいけど、落ち着けんの下手だよね、っていう話してて、ね。ただみんな可愛いよね、つって。なんか、今後楽しみだよね、って。どう育てるみたいなことを言ってたんだよ、みんなで。ワンタロウをどうやって育てようかっていうミーティングをしてた。立ってライザップやってみた。あ、じゃあ、痩せる企画やってみる？結構俺痩せんの簡単にできるから、女の子向けにダイエット企画やろうかな。やってみる？女の子向けに。結構、その、低糖質ダイエットとかで、炭水化物抜いて10キロ痩せたんだよ、3週間で。だから結構痩せんのそんな難しくないよ。痩せたいっていう女の子向けに一緒にダイエット頑張ろうみたいな企画いいかもしんないね。興味あるんだったら。それは面白いかも。俺でも痩せるとき徹底的に痩せるから。あれだよ、見てみる？俺2ヶ月前の、俺10キロ痩せてた頃の見る映像。多分残ってると思うけど。ちょっと待ってね。2ヶ月前の。低糖質はコストめちゃめちゃかかるね。す
すげえ金かかる。まあ今、全然そんなに困ってないから。2ヶ月前の。でもそこまで太って、いやー太ってますよ、ほら。ほら。ダブンダブンだよ。ウエスト、お肉乗っかっちゃってるもん。やばいよ。急激に太ったり痩せたりするから、俺。ちょっと待ってね。残ってるかな、うん、太ってるでしょ。俺気痩せすんだよ。顔にね、そんなに出ないタイプっていうか、わかりづらいんだよね、太ったり痩せたりが。これがね、8月の6日だから3ヶ月前でこれだよ。全然違うでしょ。3ヶ月前のツイキャスの写真がこれ。3ヶ月でこんなに太ったんだよ。顎すっきりしてるでしょ。全然違うでしょ、顔。だから3ヶ月でここまで太ったの。別人でしょ。別人でしょ。この頃飯が食えなくて、この頃飯食えなくてさ。まあ、痩せたり太ったり激しいんだよな。顔パンパンでしょ、今。顎もブヨブヨだし。二重顎だよ、俺。うん。うん、ダイエットか。どうやって痩せようかな。ダイエットよりも多分健康になった方がいいと思ってるから。ちょっと太りすぎなんだよね。ちょっと太りすぎてる。さっき寝落ちしちゃってました。ガク、ガクいらっしゃい。リスリス。いや、まあまあ、寝落ちっていうか、まあ僕も枠閉じちゃったけどね。うん。どうしようかね。誰かね、朝方ってふわっちって大手やってんの？なんか夜中はすごい盛り上がってるイメージあるけど、ほら、朝配信できてないから俺。仕事やってるからさ、最近朝配信できてないんだけど、朝方どうなの？見るのあるの？朝は誰もやってないのかな？なんかまだ朝方弱いよね。ゴールデンタイムは金梅さんとかね、ランハゲとか、いろんな配信者いるから見応えあるけど、うなちゃんマンとか。朝9時までやる日じゃなかったんですか？いや、朝9時までやろうかなと思ったけど、一旦休憩入れるわ、つって。あ、そうそう、多分ね、さっき花火一発上がったから、これ9万円だわ。よっしゃ！ 9 万円。残りいくらだ？ 15 万まで。あと6万か。見えてきたね。あと6万か。いや、マジで生活保護抜けないとな。いや、だんだん怖くなってきたな。現実味帯びてきたな。これで旅配信しなかったらもう本当にリスナーアンチ化するだろうな。裏切り者って。だんだん怖くなってきたな。本当に夢。いや、今月いけそうじゃない？だって残り10日間で6万でしょ？いや、マジか、怖くなってきたな、なんか。9万稼いでんだ、俺。すげえな。すげえな。引くわ。配信で稼げてるよ。ほら、現金が手元にないから実感がないんだって。サイトのポイントだから、これあくまでも。俺の手元にさ、9万あったらリアリティ増すよな。いや、怖いわ。あいつは余ってる時アイテム投げますね。あ、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。余ってる時でいいっすよ、ほんと。いやー、信憑性上がってきたなー。なんかね、本当にね、今怖いんだよ。強制的に旅配信になる。それ面白いな。アンチ化してな。いや、でも、いろいろ準備しないとな、本当に。マジで今、応援されてるから。いや、なんか怖えな。怖えな。だってつい3ヶ月前までアクティブ20って感じだよ。何が必要？ハートじゃないですか。やっぱり。気合じゃないですかね。やってみないとわかんねえかんな。
やってみないと分かんないと思ってる。生活保護でいくらくらい出るんですか？生活保護はね、だいたい俺の年齢で東京だと13万円だね。うん、それが最低限の生活。家賃が6万だから、生活費7万円ぐらい。年齢によって食費とかが違うんだよね。歳いってる人はご飯食べなくていいから少なかったりとか、若いね、育成の時はご飯代多かったりとか、いろいろあんの。うん。だから俺でだいたい13万円ぐらいだと思って。うん。それで、間違いない。うん。田舎の方に住んでる人は家賃が低めに設定されてるし。な、生活水準は統一されてんの。うん。な、旅、俺手ぶらで行くよ。配信機材だけ持って手ぶらで行くよ。俺嫌だもん、旅でごちゃごちゃ荷物持つの。旗？旅だからでかいカバンと日の丸の旗？いらない、いらない。ほんとシンプルに旅しようと思ってるから。シンプルイズベストですよ。余計なものは持たない。カバンは買ってますね。ただビジネスバッグなんだよね。ホームレスになっちゃったんですよ、僕。3年前。3年前、4年前か。それでね、ホームレスになって。うん。カバンはね、ビジネスバッグ今作ってるんで、オーダーメイドで。12月の19日にできるって言ってたかな。うん、さっき日の丸。あ、日の丸じゃないよ。日本地図。日本地図の布。そこに、リスナーさんの、日の丸じゃない。日の丸でもかっこいいな。日の丸にする？もう、日本地図をイメージしてたの、俺は。白い布。日の丸かっこいいな。あ、カー君日の丸ありだな。日本国旗にしようか。それいいね。それいいね。日の丸の方がかっこいいわ。じゃあ、日本国旗にしようか。それいいわ。うん、それパクっていい？カー君。その方がいいわ。国旗を、こう、まとって、マントにして、旅しようか。そっちの方がいいよね。なんか日本人って感じがして。うん。パクっていいんだったらパクりたいな、それ。日の丸をね、みんなで、マッキーで書いていくっていう。いいね、いいね。パクってもいい？カー君。あ、それいいアイディアだわ。日の丸にしよう。うん。日の丸の方がかっこいいわ。うん、確かに。だんだん構想が固まってきたね。88名さんいらっしゃい。どうも、初見さんもしよろしかったら、面白かったらでいいんでフォローしてください。日本国旗の白い部分にサムネと住んでる地域と一言みたいな感じで日の丸囲っていく。あ、真っ白な布にね。はいはいはい。しげさん、おはようございます。早いですね。いや、ずっと起きてるんですよ。数ヶ月後、送料の今朝みたいになってそうだ。ボロッボロになるだろうね。服が。ボロッボロになるだろうね。うん、でも、旅の醍醐味だよね、それは。うん。うん。あ、でも配信だけで食ってくっていいな。夢があるな。日の丸背負って行くなら韓国か台湾に行ってほしいよ。いいね。それ持って行こうか。でも台湾はあれだよ。親日的だよ。結構。台湾は。韓国はもうファビオルだろうけど。うん、韓国はもう怒り狂うだろうね。ファビオル、ファビオルだろうね。韓国は。欲しいものリストみたいな感じで作ってよ。日の丸の旗は俺がプレゼントするよ。マジで？あ、じゃあ欲しいものリストを作っておきます。え、それは何？日本の国旗を入れておけばいいの？でっかいマントにできる国旗。国旗にすればいいの？国旗？国旗を買えばいいの？日本の。日本の旗の、日本国旗の白い部分にサムネと住んでる地域と人々って書いてくる。日本国旗を買えばいいんだね、これ。多分。オッケーオッケー。星もリスト作っておきます。ありがとうございます。オッケー。でっかめの方がいいよね。部屋に飾ってバーンって。でっかめの買うわ。もう本当にでっかいやつ。
あんまりでっかいの買うとあれか、重たかったりするのかな。オッケー、それいいアイディアだわ。で、最後それバーって振ろうよ。うわーって。いいね、うん。いや、超楽しみ。超楽しみだわ。いやー、楽しくなってくるわ。いいね、日本国旗はアイデアなかったな、うん、でもそれさ、アメリカ大陸編ではアメリカ国旗とかさ、いろんなバージョン作れて世界中の国旗飾るのかっこいいよね。それいいわ。ゴール地点で振ろう。沖縄のどこかゴールにして。ゴールは東京にしようと思ってんだけどね。まあそれでもいいか。こうゆっくり攻めてくっていうね。最後沖縄いいかもね。ユンいらっしゃい、ワード2。うん、最後、コッコに会いたいな。沖縄でコッコに会いたい。買う？買ってもらうんだろうか。うん？うん。ペニーさんいらっしゃい。コメントありがとう。ペニーさんいらっしゃい。ねえ。いいね。コッコに会いたいな。コッコと話をしてみたいね。てか今日なんかリンパが腫れてんな、すごい、うん、宇宙ライブいいでしょ、あれ最高だよね。宇宙ライブマジでいい。あれ好きなんだよ、よく見てるんだよ。癒されるよねマジで。宇宙、今 YouTube で宇宙からの生中継をやってるんですよ。それがね、すごい癒されるんだよね。すごい、地球は綺麗なんだよね。日本を、日本を上に上がっていって最後沖縄ゴール。ほうほうほう、みたいなのがいい。和道さん沖縄寿司。あー、じいちゃんの墓の前で、じいちゃんの墓の前でゴールでもいいかもな。うん、手動いてたでしょ、宇宙飛行士さんの。あ、そうしようかな。ゴール沖縄でじいちゃんの墓の前で、うん、じいちゃんの墓の前でゴールにしようかな。希望次第ではふわっちの枠を突き破りそうだな。うん、そうしようか。沖縄最後にしようか。まずゆっくり上がってって、攻めていって上の方からガーッと降りていって、ジグザグに降りていって。で、うん、最後じいちゃんの墓の前で、飲まない酒飲んで、で、旗振って終わりにしようか。じいちゃんっつって。うん。そうそう。じいちゃんの葬式出れなかったんだよ。うん。そう。お前らなんか血混じってねえっつって。本家の人に追い払われちゃってさ。泣いたよな。14歳の時なのよ。うん。母親と、その、お姉ちゃん。要はね、あの、妾の子供だからさ。ボロボロ泣いてて、母親が悔しくても泣いたよね、本当に。うん、そうするわ、うん。いや、まあまあ、しょうがないよ。ほら、家が家だからさ。国会議員のでっかい家だから。だから、遺産相続狙ってるって思われたんだろうね。そんなんじゃないのにって言って、もう母ちゃんすげえボロボロ泣いてたよね。ね、死ぬ時ぐらい会いたいっつって。お葬式ぐらい顔合わせたいっつって、ボロボロ泣いてたよ。青森の墓の前で乾杯して日本を誇りだって旗振ってゴールしよう。いいね。うん、じゃあじいちゃんのところでゴールにしよう、うん。じいちゃんの墓でゴールにしよう。まあまあ、そういうもんですよ、うん。遺産なんかこれっぽっちも受け取ってないよ。ほんと。うん、戸籍にも登録されてないし。本当は訴えたら権利あるんだけどね。うん、よし。じいちゃんの前で墓にしよう。終わりにしよう。うん、孫のクレイジーな孫が生まれたぞ、つって。じいちゃん、クレイジーな孫がいるぜ、って。みんなで、じゃあ沖縄でゴールにしようか。本家にこじって帰るって。あ、それ面白いね。遺産くれよ、つって。それいいね。殴り込みに行こうか。ムカつくから。うん。おっつって、にしめの孫だよ、つって、おっちゃん、つって、14の時泣かせてくれたね、って言って。うん、いいね。ゆすりに行こうか。配信したらしく。うん、
ね、そうだね。じいちゃんにね。うん、だしね、沖縄には行かないといけないんだよ、本当に。おばあちゃん、ほら、沖縄だけど、ばあちゃんのお兄さんは特攻してるんだよ。うん、日本のために。特攻してんの。特攻兵器で有名なのはさ、ほら、みんな知ってるのは、神風。神風は有名でしょ、飛行機で。実は神風だけじゃなくて、今漫画になってるから知ってる人もいるんだけど、回転っていう人間魚雷っていうのがあったのよ。船の特攻兵器。あと、モグラっていうのもあったんだけど、モグラは実用されなかったのね。モグラっていうのは、そう、槍に爆弾つけて、ボーンって、人間が槍で潜水して、ボーンってやるのがモグラ。で、回転っていうのは魚雷。要は、潜水艦のミサイルが操縦して突っ込むっていう。そう。で、回転で死んでるんだよ。ばあちゃんの兄貴は。回転、回転。そうだよ。すごいよね。ね、ばあちゃんのお兄さんは回転で死んでるからね。そう。回転知ってる人いるんだね。日本の兵器はなんで名前がかっこいいんだろうね。日本の兵器はなんか知んないけど名前がかっこいいよね。母の仇を取るって企画はある意味卑怯だと思うけど、クソ応援する。神風特攻隊、回転。モグラ有名なのはここら辺だよね。そうですね。モグラは実用化されなかったけど、回転、神風は、うん、実用化された悲しい兵器。だからばあちゃんの遺言で、日本人、ばあちゃん生きてんだけど、ばあちゃんの遺言で、日本人だったら必ず姫百合じゃなくて、なんだっけな、チラン特攻隊。チラン博物館は日本人なら必ず行けっていうのはばあちゃんの遺言だから、そこも行かねえとな。おはよう、クフさん、おはよう。行軍ね、うん。面白くなってきたね。でもあれだね、薄い布をマントにしないで、マフラーにしてもいいかもね。ここにモフモフつけてね。うん、本当に仇討ち配信したら神。いや、でもまあ、恨み事は良くないかな。うん、恨み事は良くないから、やっぱじいちゃんの前でうまい酒飲むのが一番いいかもしれないね。うん、恨みは恨みしか生まないから。かっこいい生き方するんだったら、恨みつらみはダメだよな。うん。まあ、それはさ、ほら、母ちゃんと俺ら一族が背負った業だから、うん。めかけの子供っていう風に生まれたっていうのは業なんだよ、これは。もう生まれ持って変えられない宿命だから。そこに逆らわないでやっぱ受け入れた方がいいよね。うん、モグラは亡くなる人が多すぎるからといって実用化されなかったみたいだけど、その前にそんなこと言うのは戦争なんかやるなって当時の偉い奴らに言ってやりたい。俺らはね、日本はすごい激動の時代だったからね。明治大正昭和。だからほら、小野田さんだっけ？見つかったじゃん。何十年間もずっと戦地で戦ってた人。侍だもんね、目を見るとね。若くして、自衛隊幹部になった後輩が未だに日本のために死にたいって言った。はぁ、あ、うん。そうだね、ゴー。そう。うん。ユンちゃんすごいね、女の子なのにゴーとかわかるんだね。そう、仏教用語ですね。カルマっていうんです、カルマ。抗えない。抗えない運命みたいな業ですよ。日本のために死ぬな、自分のために生きろって感じだ。うん、ね、誰かが死に、ね、誰かが生きたかった今日だからね、うん、誰かが生きたかった今日だから。人間の歴史は戦いの歴史でもあるからな。当時の人はそれなりの思いがあったんやろ。いや、日本守ろうとしたんでしょう、本気で。アラフォーなんだ。あ、結構10代の子に見えたからさ、サムネが。あ、そうなんだ。それは失礼しました。アラフォーだったんですね。僕より先輩だったんですね。なんか、10代の若い子かなと思って、サムネ見たら。若いね。うん。そいつは大変失礼しました。最近のでもアラフォーとかさ、アラサーとかみんな若いよね。ノンタン見てても年上に見えないもん、本当に。綺麗だし。いやー、日本人は綺麗ですよ。本当思わない？最近のね、30代、40代は本当輝いてますよ。綺麗ですよ。日本人は年取らないですよ。
日本は特に沖縄なんかね、うん、お、いちさんだ。さっき見てたんだよ、ちょっと、うん。ありがとう。バカプレゼントありがとう。ありがとうございます。ハートプレゼントありがとうございます。うん、さっき配信やってたよね。ちょろっとだけだけど見てた。うん、ロムってます、うん。コラボやってたんだっけ。ねえ、昔の40代とか全然違うよね。のんたんなんか、本当に綺麗だよ。うん、本当に少女みたいだよ、うん、スタイルいいし、うん、あ、とんでもないです、よろしくお願いします。のんたんかわいいよ、うん、いい年の取り方してるよね、うん、女性はねやっぱ美しくあってほしいですね、うん、男もかっこよくないといけないけどね、うん、俺日本人好きだな。日本人の女の人は綺麗だと思う、本当。でもね、ばあちゃんがよく言ってた。今の日本人は長生きしないよって。食い物が悪いって。あ、俺の彼女、のんたんっていうの。いてて、あ、いてて、いていて、ストレッチしようと思ったら。スクワットずっとやってるから。いって。あ、いたたたたた。筋肉つったつった。いって。職場とか階段とかで痛いんだよ、本当に。おはよう。レミリンさん、おはよう。おはよう。うん。朝から笑わせないでくれ。いや、もう本当にね、スクワット毎日100回とかさ、30過ぎた運動不足のおっさんには結構きついって。そうそう。でも、あれだよ。鮫島のぞみと彼女なんか今度コラボするらしいよ。仲いいらしいよ。一緒にツバニャンを潰すとか言って。面白いなと思って。うん。ノンタンノンタンで潰すんだって、ツバニャン。仲良くなってたよ。あ、いて。うん、怖いよね、うん、マジでノンタン本当にやっちゃうかんね、マジでブレーキねえかんな、ノンタンに。おー、 YouTube もみんな登録してくれてんだな、ありがとね。いやー、今月 YouTube の伸びがすごいわ。やっぱ過去の動画 YouTube にアップしてんだけどみんな見てくれてるわ、ありがとう。おはよう、ロータリーさん。ツバには配信やってないよね、最近ね。うん。ダブルノンタンだね。恐ろしいコンビだよ、ほんと。あ、登録してくれてる人ありがとう、ほんとに。うん。YouTube もね、頑張っていくんで。のぞみ、ドアップで放送してたけど、マジひどい面で見てられんかった。ノンタン BB 弾で射撃したからね、うん。YouTube の収入は大したことなくて、今3000円かな、うん。YouTube の推定収益っていうのは、まあでも3000円はでかいよ。3000円だって推定収益。31ドルって書いてあるから。多分これ円で換算するとまあ3000円ぐらいだと思うけど。でもね、3000円バカにできないっすよ。本当に。ねえ、大きいよこれは。ありがたい。こういうのも塵も積もれば山となるからね。ドルで出ますね。やっぱ Google なんで。円にも変えられるけどね。ふわっちゃんフォローしなかったけど、YouTube は結構前から登録した。あ、そうだったんだ。まあまあ、フォローするタイミングとかな。あ、こいつ気に入ったわっていうタイミングがあるからね。うん。ドル高傾向なんだ。マックスで3万ぐらいかな。YouTube で収入。ガチでやった頃。まあ、やっぱ配信の方が好きだからな、俺。動画も作るの好きだけど、今はまだいいや、と思って、うん。動画時間かかるんだよね。そうそう、タバコ買えるよ。本当にそう、本当にそう。いやー、マジか。あと6万で俺、本当に旅に出んだ。マジ怖くなってくるんだよ。最近ね、楽しさじゃないんだよ。本当に怖さなんだよ。
旅をしてる自分を夢に見て、なんかのんたんに会いたいとか寂しい思いしながら日本回ってたりとか、なんかねリスナーさんと出会ったりとかね、本当に夢に見るんだよね。のんたん置いてけぼりにするんだもんな。見えてきたっつうか、もう完全に見えてるんだよね。そう緊張するっていうか、なんか試合前のドキドキ感とかあるじゃん。なんかこうワクワク感と怖さと楽しさが半々ぐらいで混ざってるっていう、大丈夫かな俺っていう変化の怖さと、なんかこうもう来てるんだよ。だから目の前にもうリアリティがあるの俺の中で。昔は旅に出たいっていうのは夢だったのよ。遠くにあったものなの。だから頑張る頑張るって追っかけてる感じだったんだけど、本当にもう目の前にあるんだよ今。あ、俺そろそろ行かないといけないんだなっていう。でこれね、多分あと 2,3 年したら話すことになると思うけど、これ実は繋がってる物語があるの。実はお告げをされてて、俺はお告げを何回もいろんな人に啓示を受けてて、みんな同じこと言ってることがあって、あのこれね、実はこれ今別に話してもいいんだけど聞きたい、リーガルの革靴はメンテナンス出さないとダメだね、ちょっとね。てか新しいの買わないとダメだと思ってる革靴は。実はね、ちょっと俺が子供の頃から背負ってる話なんだけど、ちょっと話そうか。あの、ちょっとこれガチの話なんだけど、あの、子供の頃俺霊感があったっていう話はよくしてると思うんだけど、まあ、あの、なんつうんだろう。あれだよ。霊能力あるとか、ね、小学生みたいなこと言うわけじゃないんだけど、姉貴さんいらっしゃい、初見さん。面白かったらフォローしてください。あの、子供の頃から死ぬのが怖かったんですよ、僕。で、あの、だから仏教とか、そういう宗教をすごく勉強したっていう背景、哲学的な背景っていうのは、子供の頃死ぬのが怖くて怖くて怖くてしょうがなかったの。で、あの、どういうことかっていうと、俺物心ついた時に母親がびっくりしたことがあって、32歳で俺は死ぬってずっと思ってたらしいの。で、小学何年生、低学年の頃まで、32歳で俺の寿命が来るって昔から思ってたの。漠然とした、確定した記憶みたいなのがあったのよ。そういうのみんなにある。自分の中で32歳で必ず俺は死ぬんだっていう。で、いつしか亡くなっていったの。それは。でもその記憶だけ、32歳で俺死ぬって言ってたよなとか怖がってたよなっていうのは覚えてるの。で、有名な占い師とかに占ってもらったりとか、どんな人に聞いても32歳で転機が訪れるって言われてんの。で、32歳で必ずアメリカ大陸に行きなさいって、人生が変わるからって、これ全員に言われてんの。アメリカ大陸に行くだけで、西の方角に行くだけでとか、32歳で運気が変わるからって言われてて、で俺32歳にアメリカ行けないと思ってたの、つい最近まで。あ、もう無理だなって、これ予言通りにはならないなと思ってたの。し、いろんなその32歳で死ぬとか、いろんなその32歳っていうターニングポイントに全部が間に合わないと思ってたのよ。だけどどう計算しても今32歳でアメリカ行く流れなんだよ。今31なの俺。笑うでしょ。だから怖いの俺は。死ぬんじゃないかっていうのと、本当に死ぬんじゃないかっていうのと、本当にアメリカ行かなきゃっていうのがあるの。ちょうど今年の初めに旅配信して1年ぐらいかかるじゃん。32歳の間にアメリカ行くもうタイミングなんだよ。怖くない？みんな。こういうことあるの？っていう、そういう怖さもあんの。もう神様が行けって言ってるような気しかしないの俺は。お前神様が行けよっていう。怖いんだよ俺、本当に。おう。おう。で、みんな行け、みんな行けっていうの、本当に。で、のんたんにもこの話したんだけど、行った方がいいって。うん。流れがあるんだよ。大きな流れに、大きな流れに委ねられてんの。そう。これね、実はもう3、4年前からずーっとニコ生で話してるから、子さんの人は知ってるはず。
32で死ぬっていう話と、32でアメリカ行けって言われたっていう話は。ねえ。怖いんだよな。そういうなんか、占いとかあんま信じない方だし、うん、その霊的なものとかないから、俺は。今ね。だから、でもね、先輩に、信頼してる先輩に、その話を言ったんだよ。飲んでる時に。32歳で僕死ぬかもしれないですって。ちょっと笑い話かもしれないんですけど、もしかしたら32で死んじゃうかもしれないから、覚えておいてくださいって言ったら、その先輩が言ってくれたのが、和道くんって。死ぬっていうのにもいろいろあるんだよって。本当に死ぬんじゃなくて、悪い自分が死んで生まれ変わるって意味もあるから、俺はそういう意味だと思ってるよって。和道くん、生まれ変わるってことなんだよって。うん。っていう、かっこいい先輩もいたね。和道生まれ変わるんだよ。だから頑張れって。死ぬにもいろいろあるからって。いい言葉だよね。流れってあるんですね。考え方変わってんのかどうなんだろうね。だから、32歳でどんな自分に出会うのかっていう。そう。だからもう、それこそね、ブッダの悟りを開くじゃないけど、ブッダはあの瞬間、悟りを開いた瞬間ね、人間、ゴーダマ・シッダールタが死んだわけだからね。わかんないけど、本当に死ぬのかもしれないし、これみんな覚えといてね。32歳に俺は子供の時にもう生命がないって言って泣いて怖がってたっていうのと、占い師、有名な占い師の人たちが32歳で西の方角に行ったら生まれ変わるって言ってる予言と、でも行きたい行きたいと思ってたけど、もう到底無理なわけじゃん。生活保護だし旅行はできないし、海外なんて夢のまた夢じゃん。だけど、今の流れはもうアメリカが呼んでるとしか思えないんだよ、本当に。32歳の時に日本全国終わってアメリカ行くぜっていう絵が浮かんじゃうの、俺。それがね、なんかゾクゾクするんだよね。怖いなっていう。いや、怖いよ。だって俺は死ぬと思ってる。死ぬよって言われてんだもん。だからその死ぬが本当に死ぬかもしれないんだもん。怖いよ、本当に。32歳。みんな覚えといて。で、もしかしたらこれ動画に残ってて32歳で本当に死ぬかもしんないんだよ。そしたら忘れないでね、みんな。予言かもしれないから。みんなに覚えといてもらいたいから。うん、ねこの配信を今見てる人はわかるわけだから。ねとりあえず来年のね、誕生日まで見ててください。お願いします。ワクワクするっていうか怖さだよな。そういうのあると思う？どうなの？俺半信半疑なんだけど、だんだん怖くなってきてんだよ。これほんとアメリカ行く流れだなとか思って。いや、みんな行け行けって言うし、あるのかな？でも俺は今ないんだよ。その32歳で死ぬなんていう実感もないし。なんで子供の頃あんなに怖がってたのかよくわかんないし。まあでも、もしかしたら不思議な出会いがあるかもしれないよね。海外は、サイパンと、バンコク。タイですね。バンコクと、あと、なんだっけ。カリフォルニアの、サンブルーノっていう、サンフランシスコの隣町に、数週間ホームステイしたことがあります。ただもう語学は全然できないです。日本語だけです。だから2カ国か。サイパンはアメリカだから。あ、でもね、そんなね、海外行くっていう怖さはないんですよ、正直。言葉が通じないとかそういうくだらないのはないね。怖い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 けど、ワクワクもするし、歩きで考えてますね。歩きでヒッチハイク、リスナーさんの車。あ、ありがとうユンさん、初花火ありがとう。もしかして、俺の枠じゃなくて、人生初花火ってこと？いや、嬉しいな。ありがとうございます。3回。頑張るね。3回。応援してくれてありがとう。わかんないよ。ギリギリ15万いかなかったらダメだしね。人生初花火なんだ。ありがとう。ありがとう。嬉しいわ。嬉しい。
嬉しいわ。初物は縁起がいいからね。ありがとうございます。花火ありがとう。嬉しいね。絶対残るもんね。初めて課金したアイテムあげたのはどうだよ。なんか嬉しいわ、気持ちが。びっくりした。ああ、僕の配信はね、なんか知んないけど、花火もらったら5回スクワットするっていうね、勝手に自分で決めたルールがあるんですよ。初見さんびっくりするよね。なんでこいつスクワット始めたんだって思うよね。あの、花火一発につき5回スクワットするっていう。だからもう1日100回ぐらいスクワットしてるんですよ、最近。変なローカルルールがあるんです。もし面白かったらフォローしてってください。まだまだ、ふわっちでは。今日で1ヶ月かな？違うか。23日が1ヶ月だから、23から始めたんだよな。もうすぐ1ヶ月経つね。うん。23だ。23。うん、もうふわっちにどっぷりやってますね。あはーんじゃないの？何あはーんって。何それ。何あはーんって。でもね、結構ね、実はニコ生で和道のこと見てたけど、最近また戻ってきたっていう人が増えたね。里見？何それ？わかんないわ。わかんないわ。みんな里見っていう。何それ？いつか20発ぐらい打ち上げたスクワット。20発だと1回5回だから100回連続は超きついよ。100回連続は超きつい。多分ね、連続してね、スクワットでやった。あ？下かどうした？おはよう。おはよう。釈迦が起きた。ご飯食べてる。花火もらうとありがとうございます。あはーんってやんだ。それ面白いね。さとみちゃんがやるんだ。エコーかけたらいいね。ありがとうございます。あはーんって。ニコ生のイメージしかなかった。うん。だから結構ね、古いニコ生の時のリスナーさんが戻ってきてくれてるから嬉しいんだよね。いいよね。エコーかけたら絶対面白いよね。里見ってなんかエロいの。わかる。俺生で会ってるけど、すごいエロかったよ。なんかセクシーっていうか、わかる。性感帯はどこですか？どこかな？性感帯。俺ね、あんまりそういうのないんだよな。なんかね、結構女性的なセックスするんですよ、僕。なんかね、ほんとね、結構ね、抱きしめてもらってるだけで満足する感じですね。ルアさん、配信楽しいですか？楽しいですよ、配信は。辛いこともいっぱいあるけど、配信続けててよかったね、本当に。楽しい。ルアさん、コメントありがとう。マドさんのアハーンの方が色っぽい。うん。俺もやってみようかな、じゃあ。いやー、配信は楽しいね、奥が深いし。よし、残り5分で。今日朝の枠は終わりにします、残り5分で終わりにします。皆さんありがとうございます、たくさんの人見に来てくれて嬉しいですね。ぜひぜひ旅配信やるんで。あ、新しいフォロワーさん、新しいフォロワーさん紹介します。姉貴さんフォローありがとう。いや、ちょっと風呂入ったりとかいろいろ、9時から仕事っていうか仕事の準備しないといけないから、俺だって配信ずっと続けたいよ。配信三昧になりたいよ。でも、食っていけないんだもん、まだ。仕事しないとよ。ここまで起きてないのに、かーくん、ありがとう。まあ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 。ゆっくり行きましょう、着実に。着実に、一歩一歩行きましょう。仕事、最近、バイトをしてますね。バイトをしてます。まあ、7万ぐらいしか稼げてないけど。A 型作業所っていう、その、障害者が働くところで。働いてますね、僕は。ちゃんと仕事もやるから偉い。いや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 。やっぱね、やりたいことで食っていきたいっつってもね、食えない時はね、下積みしないとダメだよね、やっぱりね。まあでも、3年目で食えなかった時は泣いたけどね。3年配信続けてまだ食えてねえんだと思って、才能ねえわと思って泣いたね。3年目。4月の11日。辛かったな。あの時らへんが一番辛かったな。今年の7月らへんが一番辛かった、ほんと。何やってもうまくいかなくて。
え、YouTube の小粒が配信してる。小粒？さっきから小粒さん配信やってるよ。うん。小粒さんずっといるよ。うん。まあね、苦労も大事よ。YouTuber の方ね、小粒さん今日ずっとやってるよ。あれじゃない？あれ1位じゃなかったっけ？おすすめ、ずっと。ステッカーとかあるんですか？僕のグッズはね、ネックレスだけですね。これ、これですね。僕のグッズは今のところネックレスだけです。大食い小粒、配信してんの。なんかちょこちょこやってるよ、小粒さん。俺 YouTube の方見たことないけど、有名な人なのかな。よいしょ。僕のグッズはこのネックレスですね。和道のサムネに使われてる、このロゴマーク。これが僕のグッズで。グッズっていうか、お守りだって言ってるね。大切な人にプレゼントしてます。はい。ステッカーは売りません。よいしょ。有名な人なんかな？小粒さん。でも本当 YouTuber も配信やるし、配信の人も YouTube やるようになったね。京一郎とかプロタンとかも YouTube で有名になってるし、だんだんなんか垣根なくなってきて面白いよね。柴田がその流れの先駆者か。 YouTube もやる、配信もやるってごちゃ混ぜになってて、あーなんか面白い流れだなーっていう。もうなんか配信者と YouTuber って垣根があったじゃん。別物って感じがあったけど。ステッカーは売らないなー、俺正直言うと。ステッカーは売る気ない。うん。なんか、ステッカー屋さんじゃないから、うん、だからみんなにピンバッジ配ろうと思ってる。ピンバッジ作って、プレゼント。リアトしてくれた人にはプレゼントしようかなと思って。そんな感じかな。なんか、ほんとアイテムで食ってきたいね。配信で食ってきたいから。うん。それが今の俺の望みかな。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。また見に来てください。お疲れ様、いつもありがとう。またよろしくお願いします。フォローしてくれた人ありがとうね、うん、お疲れーかーくん、お疲れ、ありがとうございました。仕事行ってきます、働いてきます。おー、トロジさん見ててくれたんだ、ありがとう。古代さんいつもありがとう。うん、リミリンさんありがとうね。ありがとう。みんなありがとう。一緒に旅しましょう。バカプレゼントありがとう。お疲れ。うん。姉貴さん、今日からよろしくです。ありがとうね。フォローしてくれて。よろしく。みんなで頑張りましょう。月曜日ですからね。お疲れ様でした。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。